リオとメレの臨終トーク。はい、あとは進行をよろしく。からなんで今のこの臨終トークを合わせるのでさえものすごく本当にすごいですね、劇臨場いつもやって声合わせてすごいね、すごいですよね、声合わせたの初めて、初めてですなかなかね、いや新鮮だね、新鮮ですねさあ、はい、初の撮影どうでした、初の撮影覚えてる、覚えてますよ、あの残念ながらリオ様と一緒じゃなくて、うん、名乗りのシーンからだったんです私確か、あのどっかのビルの屋上で、ああの降りてきたとこ、そうですそうですそうです、おあそこが初撮影で、うん、あの衣装でうろちょろするのが初めてで、うん、あ外に行ったような、はい、でまずあれはまだ12月号ですもんね、寒かったんです、寒かったね、寒かったね、まあ、いや寒かったね、寒かった、うん、本当に寒くて、なんかとりあえずでも緊張してるから、うん、まあ大丈夫だったんですが、何もまだメレちゃんの役柄をその前に台本を本読みの合わせはあったものの、うん、いまいちちゃんとつかめてなくて手探りな状態だったのを覚えてますね、うん、ああそう、はい、リオさんもどうでしたか、俺はねもうリンシーの前でね、うん、なんつうのあれ、あ演説、臨在せよだそう、はい、はい、あれが最初だよ、そうだ、そうあれですか、いや気持ちよかったね、あの広いところでみんなひざまずいてますからね、そうしかもあの、うん、セリフ言っててこうねちょっと右向いてたわけですよ、うんうん、右向いてたらこう最後のセリフを言う前にふわっと風が吹いてね、あらあれ自然な風なんですよ、いい風が、そうタイミングよく、いや俳優風だね、俳優風ですね、やっちゃったね、あれはいい風吹かしましたね、あれでねちょっとリオのキャラクターがちょっと白がつきました、白ついたんじゃないかなと、いやいいんじゃないですか、ちょっとそれ確認しないとそれねもう一回確認してほしいなと、はい、もう一回見直して、あとなんだろうな、3話4話、うん、あご降臨の回ですか、そうですよ、あのリン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 シー椅子に乗ってねそうですね、五毒剣の椅子に、そうすごいすごかったですよねくる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 ザシみたいな、あれはすごかったね、すごかった、バンバン言ってたからねあの日もう爆発爆発でね、そうすごかった、すごかったね、あれは竹林で、そう楽しかった、楽しかった、楽しかった、あれが初めて俺があの劇レンジャーと垣間見える対峙するシーンで、しかも黒獅子リオ様も初登場のシーンですね、そう変身したね、変身しましたね、臨機外装、外装、あ外装あれすごい合ってるあれね、うん、いやあれマントを投げるっていうのはね、うん、美味しかったね、美味しいね、しかもマントの間ここら辺チラリズム的なね、そう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 、ご衣装であれちょっとね、ね美味しいとこ取ってくんだもんな、いや持っていっちゃったねあれは、まあでも何分こちら臨終念願のリーダーですからね、うん、そうだね、うん、第5話5話の話を、おいいね、 MC やってくれる無理なんです第5話は覚えてますか、五毒剣の出てきて、うん、あの戦った次のカデムがちょっと一人で調子こいてる回なんですけどもそうだよね、はい、あのマドクが、そうです、説明があったやつでね、そうです、マドクをその5人のうち誰かが持っているっていうお話で、うん、でランちゃんと戦うんですよ、カデムが、知ってますカデム、うん、あります、知ってる、会ったことある、会ったことありました、会ったことありました、それはよかった、あれだよね、あの先見バンダだよね、先見バンダです、え先見バンダ、バンダ、先見バンダ、先見バンダらしいですリオ様、リオ様あかん、それは先見バンダです、うん、あの時にあのマドクについては説明があったんでしたっけ、長かったね、長かったですね、あれ長回しだったら嫌がらせみたいに長かった、歩きながら全部言えっつってねちょいちょい私も言葉挟まなくちゃいけないしでもなんかちょろっとしか映ってないからアフレコがものすごい大変で、そうあのね背中で話してたのこれ、そうだで微妙にこう背中で話してるんで途中からこう回り込んでくるから、そう、それに合わせて喋り出さなきゃなんですよね、そう振り向いた時に口もう動いてるみたいなちょっと大変だったんだけどね、長かった、もう言えないな、あのちょっと覚えてない私、うん、でもあの時にものすごい長いセリフがあって、あ絶対これ切るんだろうなって思ってたら、うん、長回しで、うん、もう多分あれ
5テイクぐらいしてもらって、いまだに言える。本当に。すごいね。先見バンダは古来より早さ自慢の銃剣使いが己の誇りをかけて挑んだ勝負。その後にまた説明があるんですよ、うん、まあそれはもう あそこまでね、そこまでそこまではもう完璧に、そこまではもう完璧に、さすがだね。もう俺忘れた、マドックの説明。マドックって何だったっけな。いやいや、マドックってあれですよ。いや覚えてるよ、覚えてる覚えてる。よかったよかった、うん。